はい、どうも皆さんこんばんは、斉藤マンです。ゼルダのです。無限の砂時計、今日もやっていきたいなと思います。勇気の神殿まで来ております。いきましょう。さあ、ここからなんですが、このん、今なんか同時に押せるみたいな感じになりましたけど、意味ないのかな。こう同時に意味ないのかな。あまり意味なさげですね。今の箇所結構難しかったです、何気に。宝箱も入手できてないからな。なんかいろいろ取り逃してる感はありますが。危な。とりあえずハートを回復したいですね。一応薬みたいなのは持っているので、回復はできるのはできるんですけど。よし。一応回復ができるのはできるんですけど、あんまり薬は使いたくないっていうのが本音です。OK。とりあえず石板から調べていきましょう。耳の大きい魔物は大きな声に弱い。うわ、また声張れってやつか。また声張れってことかな。今朝の5時半ぐらいなんだけど。とりあえず、破壊で開けると。やっぱあそこは開くんですね。4つのスイッチは、上下右左、上下右左。これはもう覚えましょう。上下右左に入れるべし。これこの神殿の式体である心に留めよう。上下右左ね。OKOK。動画に留めました。心に留めるというより。これはそうですね、源でしょう。こっちが多分ね、こっちも多分ね、源です。船の罰。機能的なブリッジを手に入れた。造船所に持っていけば、パーツを付け替えたりできるぞ。コレクト画面、あ、コレクト画面か。単純になんか、速くなるとかじゃないのか。ほう。道なき道へは、ここに書かれた道を書き示し、勇気を出して足を踏み入れるべし。これメモしましょう。B1 階になんかありますね。これちょっとメモします。うん、まあまあ、これでわかるでしょう。よし。順調にクリアできております。ここも爆弾で破壊していきましょう。ここの目玉アイテムが何なのかってことなんですけど、全くわからない。勇気みたいな、勇気に関係する目玉アイテム。前回のね、爆弾はある程度予想できたんですけど。クリスタルの台座には同じ形のクリスタルのみはめ込むことができる。同じ形、四角ってことか。つまり。ちょっとメモした方がいいかな、四角。ちょっとメモしましょう。これ結構重要でしょう。ここが、四角。ちょっと分かりにくいな。四角。まあ、倒していくと。あ、これで入り口までの道が一応開通しましたね。これは大きいです。すぐに戻ってこられるんでね。うわ、なん、どうやって倒す？どうやって倒す？どうやって倒す？今どうやって倒す？はぁ。入り口からなんですけども、ここを開通させておいたのですぐに戻ってこられました。こいつはおそらくなんですけど、こうこれで倒せるんじゃないですか。このはい、今のは声、大きな音を出すことによって、あいつ耳が大きかったので、ひるませることができたという非常に原始的な方法。原始的というか、一応ファミリーコンピューターとかでも、同じようなシステムはあったのはあったんですけどね。痛恨に話しかけてどうこうみたいなシステムは一応、ファミコンにもあったのはあったんですけど。よし、とりあえず突破していきます。かなりややこしいな、ここ。下のなんか、スイッチみたいなのもまだ押せてないし、
よし。で、ここが、とりあえずあいつに注意して。うわ、こんなんまでいいのか。こいつ高速ゼルダの時にやばかったやつですね、このレーザーのやつ。泣きを見たやつですね、これ、高速ゼルダの時に。あ、これあれじゃないですか。上下、右左のやつじゃない？もしかしたら。上にもレバーあるでしょ。そうですわ。ちょっともう一回やり直します。上下、右左の順番に押せみたいなやつでしょ。おそらく。ちょっともうアイテム使います。赤い薬が2つあるので、これちょっと使います。あと今後どこで、まあ、なんか宝箱に入っている可能性とかもあるので、全然もうガンガン使っていきましょう。よし。とりあえず上下なんで上からまずスイッチいきましょう。このレーザー走り抜けれたりする？ああ、ダメージか。急いで走ったとしてもダメージ確定みたいですね、これ。厄介だな。上で、下、右左と。右、左、なんでこっちですね。これで OK だと思います。よし。あれはなんだろうな。多分クリス、さっきのなんか形のはめ込みみたいなやつだと思います。多分。そうですね。四角いクリスタルを手に入れました。うわ。マジか。は、こういう系か。まあまあ持っていきましょう。ふぅ。で、しっかりとはめ込んでいくと。もう結構攻略できてきてるんじゃないかなと思うんですけど、まあとりあえずここの目玉アイテムが全くわからない以上、どういう感じのボスかの想像はできませんね。アイテムがわかればね、どういう感じのボスか大体わかったりするんですけど、ボヨヨン、これ以上は進めないぜ。道がないからな。ただお前の見てるものすべてが真実とは限らない。そうだよな。そういう意味では1階にあった2つ並んだ石板の真ん中、あれ怪しいぜ。絶対な。俺の言ってることが真実かどうか、これもまた怪しいかな。まあ、勇気出せってことでしょ、要するに。うわ、これマジで勇気を出していけということでしょ。石板に書いてあることが本当に正しいのかどうかもわからないというか、まあ、こいつが歩けてるっていう時点で、まあまあ、行けるように、な形状になっているのはわかるんですけど、それで。ありました、ありました、こんなの。神々のトライフォースにもありましたね、これ。あと、時の階段にもありましたね、これ。確か、誠のメガネかなんかで、見てみたいなやつじゃなかったでしたっけ。ここでこいつ厄介だな。よし。で、とりあえず、一柱上、もうちょい上いくか。こう。で、ここを一気に上がり、左、下で、ここを左ですね。よっ、今の。はい、もう一度戻ってきました。さっきはここジャンプというか、なんか微妙に落ちちゃったみたいですね、今の箇所は。よし、とりあえず突破しました。これは弓矢？弓矢だ。OK、弓矢手に入れました。なぜ分かったのかと言いますと、この上になんか目玉のスイッチみたいなのがあったので、とっさに弓矢だと判断しました。ボヨヨン。この辺りの宝箱、あと2個残ってるぜ。宝箱の在りかが知りたいなら教えてやるぜ。もう一応教えてもらいましょう。はあ、ははあ、あそこは取れなかったやつですね。確か、弓矢で、がないと多分取れないんだと思います。まあまあいいですよ。とりあえずじゃあ早速手に入れた弓矢使ってみましょう。OK。なるほどね。でも今までちょいちょい見ましたよね。なんか目玉を射抜けみたいな、目玉ギミックみたいな。よし。とりあえず倒していくと。なるほど。よし。
こいつもしっかりと、しっかりと倒していくと。よし。あ、またこれか。また四角いクリスタルが必要みたいです。あ、四角いクリスタルをもしかしたら外すとか、どうですか？あ、外して、さっきのところに持っていくってことか。なるほどな。で、ここの扉が開くってことですね。よいしょ。いやー難しいな。さあどこに行くか。降りて、ん？上の、え、上の乗り場みたいな、あ、来た来た来た。こうでしょ。あ、ブーメランか。ブーメランで火をつけろってことでしょうか。あー難しいな。ブーメランで炎に全部火を灯せと。こういうことでしょうか。はい、いけました。で、針が消えるので、多分これでも火がついてる間だけしか消えない的なことじゃない。大丈夫、大丈夫ですね。 OK。 はあ、さすがの難易度だな、もうここまで来ると。とりあえずこいつ落としておきます。でだ、弓矢のなんかギミックみたいなのがあるんですが、とりあえずブーメランで覗くか。とりあえずこれで弓矢を撃ち抜きます。これで何かしらクリスタルブロックに当たってくれる的な。あ、逆だ、多分逆サイドですね。こうで、もう一発こうと、で撃ち抜くと。どうですか。はい、ピタゴラスイッチ。あ、源じゃないんだよ。今欲しいのはクリスタルスイッチなんで、じゃあ逆サイドか。じゃあ逆サイドなのかな。この方向かな。この方向で何もなかったらちょっと行くとこがなくなっちゃうんですけど。そうですね、行けました。これでクリスタルスイッチを押せたので突破していくと。ふぅ、これまたこいつか。 OK。 小さな鍵を手に入れた。鍵のかかったドアを開く鍵。ドアをタッチすれば開くことができる。ただし一度しか使えない。 OK。 ふう、結構長いよね。もうありとあらゆる罠を突破してきている。ただ俺このダンジョン形式ね、結構好きですよ。ゼルダの伝説の、今まで結構ゼルダの伝説のダンジョンやってきましたけど。ボヨヨン、横にある床は乗るだけでは動かないですよ。お前のマップに描き込んだ絵の、絵を描くんすか。僕動かないですよ。お前のマップに描き込んだ絵の通りに動く。ただし変な風に動くようだったらマップを開いてルートを描き直せよ。絵を描けってことですか。まあでも要は左下に、あ、わかりました。これあれじゃないですか、上下右左に行けってことじゃないですか。要するになんかありましたよね。上下右左、こうじゃないですか。はい、これで行ってくれると思います。あ、打ち抜けってことか。いやむずいな。打ち抜いてけってことですね、おそらく。これ的を、よし、
あとは最後の一つですね。ここを的で打ち抜いて終わりと。戻れってこと？戻れってことですか？はい、戻ってきました。これ多分ボス部屋の鍵ですね。はい、ボス部屋の鍵を入手したので、おそらく左下ですね、左下に、向かいたいなと思います。はい、到着しました。このままね、ボス戦のちょっとペンがなくなりました。ボス戦の方行きたいなと思います。よし、ここのボスがどんな敵なのか分かんないですけども、弓矢が出てきている以上結構射撃能力が必要になる敵じゃないかなと予想します。神殿のしきたりを思い出せ、さすれば道は切り開かれる。いや、もう切り開いたんで、ありがとうございます。切り開いたんでね、ありがとうございます。お、ボス戦かな。神殿の入り口へ戻りたきは悪青き光に飛び込め。よし、これはもう、俺はもう乗ることはないでしょ、今後。よし。こっちは。あ、一応なんか壊せるのがある。とりあえず爆弾で、破壊しておきます。多分源だと思うんですけどね。うん。うん、源ですね。この源っていうのが何なのか分かんないけど、もうリスナーさんがなんか価値があるって言ってくれてなかったら、俺マジボロクソ言ってたかもしんない。この源ってなんだよみたいな、ゴミをよこしやがってみたいなこと言ってきました。ボスです。こいつはどうだ。甲殻巨大種レアード、レイヤースみたいな名前しやがって。甲殻機動隊と、なんだ、ちょっと待って、左のあの画面ちょっと怖くないですか。左の画面ちょっと怖くない。うわ、来てる来てる来てる、待って待って待って、左の画面ちょっと怖いんですけど、マジ。なに、うわーわわわわわわ、めっちゃ怖い。あれから予測しろってことか。来た時に弓矢をぶち当ててやれってことじゃないですか。突っ込んでくるので正面だ、来たぞ、 OK、 こういうことですね。うわ、これは DS ならではの、適当に切りつけます。適当に攻撃をぶち当てていく。ぶち、多分なんか紫のやつが壊れてるんで、あれを破壊しろってことだと思うんですけど、ここでまた待ち構えましょう。で、正面に突っ込んできたら撃ち抜きます。どこだ、どこから来る、どこから来る。左の画面を皆さん見てくださいね。あれがリンクを狙ってきているので、今これ来てますよ。撃ち抜きます。撃ち抜きます。 OK、 当たったので、後ろのなんかこの紫の取っかかりみたいなやつを攻撃していきましょう。よし、お、殻が壊れた、チャンス、多分というか間違いなく後ろのこの青いやつが弱点だと思います。スクラッチで逃れていく。回り込んで、これ動き止まるからこの時だな。正面切りつけたらなんかこれ下ろすので、この時がチャンスですね。結構強い、あのこいつね、結構強いっす。今までのボスより強い。前回のボスに比べると間違いなく強い。とりあえず逃れましょう。で、体力がちょっとやばいので、体力を回復しに行きます。壺がこの辺にあるんで。こうして、OK! 仕留めました。今までのやつに比べればかなり強かった。あと怖かったな、なんか。なんかホラーゲームっぽくなかったですか、今のなんか。一人称視点。よし、これでまた一人精霊が仲間に加わります。14分ぐらいになるのかな。次がね、勇気の精霊ってことなんで、まあ脳筋が一人加わるっていう感じでしょうか。時の砂を手に入れた。時間が2分長くなったと。
脳筋なやつ、脳筋精霊が多分加わりましたね、勇気ということは。あと無限の砂時計の投稿頻度が上がっているかなと思うんですけども、もうちょっとねノンストップでもうどんどん上げていこうかなと思います。ちょっと吹っ切れたので、一気にもう出来次第ガン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 上げていきますので、ただ皆さんゆっくり、無理せず見ていただければね、それだけでありがたいので、よろしくお願いいたします。私にそっくりでもどうしたのかしら、なんだか様子が変だけど、ちなみに他の精霊もお前にそっくりだぞ、色が違うだけで。あ、様子が変だけどって言ってるけど弱ってんのか、なんだ勇気がなくてみたいな、ん？様子のおかしい勇気の精霊を見つけた、これで幽霊船を探すことができるようになる、できるようにならないフラグもしかして。まあ、とりあえずこれハートの器を入手して、ラインバックの元に戻りますか。よし、カラクもこの勇気の神殿クリアできました。今までで一番難しかったです。はい、今までで一番難しかったですね、普通の神殿系の中では。海王の神殿は、まあ、特別だったんですけど、はい、ということなんですけども、一旦この辺でこのパート終わります。また次回もねすぐにアップできると思いますので、見に来てもらえたらなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。